レゴアコボチャンネルです。派手ですね。私たち派手ですね。ちょっと皆さん目がチカチカしたら申し訳ございません。今日はホームラン列伝で、こちらの方、はい、記録を見てもらいたいんだけど、じゃん、まあね、打点を、はい、勝利打点2回、うん、ホームランの382本という、まあ、すごい記録なんだけど、はい、このちらの方は原辰徳さん、はい、辰徳監督、原監督のその人となりはいろいろ話させてもらってるんですし、はい、たくさん、その中でやっぱりそういえば原さんのバッティングを語ってないなと、うん、そうですよね。そうなの、はい、ぜひお伺いしたいです。そうでしょ、うん、で原さんと、まあ、今ちょっと監督じゃなくて原さんと呼びさせてもらうけど、はい、原さんと俺の共通点というのはバッティングにあって、うん、どっちも引っ張りなの。引っ張りってもセンターからレフト方向に打球を飛ばすっていう、はい、別にライトのホームランを打たなくてもいい。それをどうやってやるかっていうと、例えば清原に清にバッティング切った時、やっぱりライトはアウトコースはライト方向へホームランっていう、こっちから考えを持ってってるのね。真ん中から外がこっちにライトに行ける。原さんと俺はその真ん中アウトコースを真ん中にして構えるわけ。はい、アウトコースが真ん中だから真ん中のボールだったら引っ張りやすいよね。まだ引っ張れるの。はい、ということはベースに近く立ってアウトコースを真ん中にするということはインコースがデッドボールも増えるっていうリスクは生じる。そうですね。で、怖がりの人にはできないの。いっぱいんだよ怖がり。でも怖いですよ。プロ選手も、いやプロだからさ。もう怖がりって、もう怖がりだらけって言っていいぐらい怖がりだよみんな。バッターって。ほらもうあんな速い球、あんな硬いのが来て、考えてみりゃあれ、今アドレナリンが出てない状態でデッドボールだったら俺らだって気絶するぐらい痛いよね。俺が尺骨に当たってここ骨折した時だってぼっきり折れるわけだから、はい、なかなか折れないよ骨って。もうそのぐらいのことだけど、アドレナリンが出てこう踏み込んでってダーッと当たった時は痛いと思うけど、もうまたプレーに帰れるっていうのはもうあれアドレナリン以外何でもないんだ。誰も怖いわけ、うん、でそういう中で言うと原さんっていうのはアウトコースを真ん中にしてちょっと共通点、いいバッターの共通点ってちょっとこう言っとくと、はい、イチローはこう怖いの知ってる、はい、これっての、ね、ルーティンが、うん、で松井秀喜も首をこう、うん、顔がこう動いてる、はい、で落合さんはこう構える、カウントした。で原さんの場合はこういう動きをしたの、うん、はい、中畑さんはこういう動き。これの共通点何かっていうと両目でボールを見ようとしてるわけ。どうしてもこうハスに構えるじゃない、うん、こう構えてたらボールって飛ばないから、はい、こう構えるとどうしても斜めに見てしまうわけ。じゃあ斜めにして走る見るということは運転もできるじゃない、うんうんうん、やっぱり正面で見るから運転できる、はい、っていう状況との原さんだと典型的にこういうふうな構え方をした、はい、これ野球教室というか、うん、野球の動画で教える動画の中にティーチングの中で入れたんだけど、やっぱ両目でボールを見るっていう、これはね、いいバッター、基本みんなやるわけ。そうなんですね、うん、それも原さんもこうやって構えて、うん、でこう上からバットを収める。でアウトコースを真ん中にして、うん、原さんの理論は、はい、理論というか俺もぴったりハマったのは、実は長嶋さん的な感覚があるの。最近さ、監督インタビューもちょっと長嶋さんみたいになっちゃって、知ってる？やってきました。菅野の東軍のさ、はい、13連勝とか14連勝とかした時さ、はい、このレコードがですねレコード記録って言われるみたいな。確かにちょっと寄ってきてるかもしれない。なんか似てんだよ。で、うん、原さんと同じタイプだから、はい、原さんが俺に聞いてくれることはほとんどないんだけど、はい、俺が原さんに笹の丘のスライダーとかどういう感覚で言ってますっていう、今広島の監督のね、はい、そうするとさ、お前さんね、笹の丘のスライダーはスーッと曲がるから、ドカンじゃダメだよね。スーッとくるから、パッコーンだよって。いや、それ俺にはぴったり半分だ。それでやっぱり、なるほどってなるんですね。そう、さん先のまっすぐがどうします、高めのまっすぐ。ドーンってくるから、あれこそ、ドカンだよ。確かに、ドカンですよ。わかり合えちゃうんですね。そう。だから、原さんって、はい、実はチャンスに弱いとか、いろいろその巨人の4番の一番大変な時、中畑さん、原さんとかって、だって、大会長、長嶋名誉監督のすぐ後ぐらいに、ずっと4番を張らなきゃいけないわけじゃん。それはもうだって、国民、原さんも国民栄誉賞的な存在だけど、はいはい、そのやっぱテレビがない時代、やっとテレビがあって、当時はね、
長嶋名誉監督が六大学やってる頃はプロ野球より六大学の方が人気があったんだってなる。あ、そうなんですか。そうなの、聞くとね、先輩方に、はいはい、だプロ野球の方が全然こう人気がなかった。そこに六大学のスーパースターのヒーローの長嶋名誉監督が入られて、はい、で金田さんとの初対決4三振みたいなとこからプロ野球がブワー盛り上がっていったらしいんだけど、天皇陛下までご覧になってくれるこう競技になってたわけじゃない、はい、その後に原さんだから、うん、しかも何でもある時代だから、俺らの頃はもうテレビもラジオからで、もうハイプロ入った頃は携帯ないけど、うん、携帯も俺らがもう10年もしないうちみんなが今の小学生の持てるやん。そうですね。そういう中に巨人を引っ張るってすごいすごいことで、俺ね、原さんに4番について聞いたことあるの、はい、原さん4番って巨人の4番って実際今の話をしたの、はい、いやあれじゃないですかって長嶋さん、大野さんの後も、うん、4番って大変だったんじゃないですかって、うん、気になりますよね。お前さんね、4番ってのはね、大きな波も小さな波も全て受け入れるのが4番なんだぞっていう言い方をしたの、はい、それを真顔で言ったの、うん、だから原さんもすごい耐えてんだって、うん、だって大きな波も小さな波も全部その4番が背負うんだって、受け止めるんだって言うってことは全部苦労話じゃない。そうですね。でしかも足走力という点ではそんなに速くはないの、原さんって、うん、まあ、普通に速い部類の中にいるけど、例えばダイソーで出るタイプの足の速さじゃないしってことは内野安打もないわけよ、はい、そんなに、うん、なのにこんだけの安打数を重ねて、でやっぱりレフト方向一辺倒なのに400本近くホームランを打ったっていうのはリスクを背負いながら、あんな優しい顔してさ、まず優しいから、その現役時代は。でバッティングのこと聞くと、お前さんね、スライダーがね、スーパーコンだよっていう、その感覚をすごい大切にする方だったっていうのがね、俺にはすごいハマって、だからその俺がハマることで原さんにした質問が原さんにとってもすっきりするもんだと思うの、うん、だったの、はい、で原さんもそこからバッティングの話をいろいろこうしてくれだして、ゾーンを上げろっていうんだけど、低めを手出さないようにするの、ゾーン上げましょうっていう、高め打っていこうっていうんだけど、でもさって、原さんもローボールヒッターの低めがめちゃくちゃ強いの、うん、ミーティングでもみんなで高め狙おうって言ってるんだけど、でもさ俺たちが低め打たなきゃさ、俺たちは商売にならないの、思い切っていっちゃうかって言って、俺らって低め手出して、原さん怒らないんだけど、俺、竹上さんにこっぴどこ怒られるっていうだからね、はい、本当に、じゃあ練習しないかって、そんなことなくて、うん、もう一人でこもって、マシン打ちに行ったら出てこないっていうことを現役当時見せたし、まあ、技術的にはもう引っ張り、はい、インコースを恐れずに、あんな優しい顔しながら、こっちは全く怖がってない、うん、インコースはいつでも打てると思ってる感じで、ね、太ももを引っ張っていくって。でやっぱりそれって、あの愛ちゃんの野球の時を教えたりとか、故障の野球でも教えてるんだけど、ミスは全部こうなるわけ、そのリスクもそう、原さんと大きくないからね、はい、俺の身長ほとんど一緒で、体重もだって80キロぐらいしかないわけだから、85、6キロしかないんじゃないかな、だからあれでボールを飛ばすっていうのはすごいことで、ただ道具もは、はい、水野がと契約したんだけど、はい、金属バットかっていうバットが原さんと篠塚さんで行くわけ、キーンっていう、中田清さんのベンこんなすごいの使ってんだって、で弾くのね、その一流選手はこうちょっと音が低いのは使いたくない、弾かないと思ってるから。あ、それは木の種類ってことですか、それとも同じ木なんだけど、そのものによって変わってきちゃうんだ。でも原さんに行くのは相当いいやつなんだ、原さん、え、これ俺のやつで、いや超一流のバットなんだけどっていうの、弾いたバットを、原さんもらっていいですか、でもいくらでも持っていっていいよって言ってくれて、原さんのバットでヒット打ったり、はい、うん、っていうその道具に対してもその音に関してはすごいこだわることを知ってるから、メーカーも手を抜かずに、もちろんもう、まあ、みんなの手は抜いてないんだけど、特別アドバイザーになってる原さんとか篠さんに対してはすごいバットが入ってたし、まあ、原さんっていう人のねバッティング今日語らせてもらったけど、はい、やっぱりホームランレッズの中に入るもう本当の最上位の部類の選手だったと。ただ技術的なことよりも感覚を大切にしてやってる人なんだなっていうことを感じた現役時代でした。はい、原さんのことがよくわかりました、はい、ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。